ザ・ティアーズは、スウェードのメンバーだったブレッド・アンダーソンと、バーナード・バトラーを中心に結成された、イギリスのロックバンド。1994年に、メンバー間の不和からスウェードを脱退したバーナードに、対し、2003年にスウェードを活動休止にしたばかりのブレッドが連絡を取って、二人は、約10年ぶりに和解を果たす。2004年には6月にはレコーディングを開始し、同年9月に、 新しいバンド名をザ・ティアーズと命名。他のメンバーはバーナードのソロ活動を支えてきた日本人ドラマーの誠坂本、キーボードにウィリ・フォスター、ベースにはネイサン・フィッシャーが参加した。バーナードはアルバムのプロデュースも担当した。2004年12月にロンドンとバルセロナにて初めてのライブを行う。ティアーズは基本的にライブでは スウェードの曲は一切演奏しないことになっており、観客から、スウェードのデビュー曲、ザ・ドラウナーズを演奏するようしつこく、ヤジを飛ばされた際に、ブレッドは、誰か、ドラウナーズを演奏してほしいって言ったか。だとしたら来るギグを間違えたんだなと演奏するのを、拒否している。しかし、数回、ステートゲザーの B 面に入っていた、リビングデッドを演奏することがあった。 2005年4月にデビューシングル、リフュージーズは、前衛9位に入る、上場の滑り出しを見せる。しかし、同年6月に発表された、デビューアルバム、ヒアカムザティアーズは、前衛15位に入ったが、たった2週間で、チャートから姿を消すなど、商業的には、失敗に終わった。7月に発表された、シングルカットされた、ラバーズは、前衛24位を記録したものの、 次のシングルに予定されていたオートグラフは結局発売中止になった。2005年8月にはサマーソニック出演のため初来日を果たしソニックステージの取り前に出演した。しかし同年秋にはバンドは所属レーベルから解雇されてしまい予定されていたツアーは全て中止。そしてブレッドのソロ活動を追求したいという意向により2006年 初頭に活動休止を発表している。バーナードは主にダフィーなどを手掛ける人気プロデューサーとして活動。ブレットはソロ活動を続けていたが、2010年にはスウェードとして再始動している。しかしこれにはバーナードは参加していない。ブレットはティアーズ活動停止後のインタビューでは、スウェードやティアーズはまだ終わったわけではないという趣旨の発言もしていたが、ティアーズに関しては、 将来的な活動予定はなく、実質的には解散状態にある。ありがとうございます。